はい、どうも、沢田信也です。はい、中野村です。決してまとめ撮りなんかやってない。疲れてきてない。そんなことないよ。疲れてないよ。大丈夫、大丈夫。何でしたっけ。今回はキネクトの話をしましょう。あ、キネクト、キネクト、うん。キネクトといえばあれですね。キネクト全体の話をしましょう。また、はい、わかりました。お願いします。まあ、以前にもプレイステーション3とか、そういうカテゴリーで話した時とかもあったんで。なるほど。その流れということで。なるほど。キネクト持ってらっしゃるんですね。そうなんですよね。実は持ってたんですね。僕欲しいんですけど、うん、どうなのかなと思ってたんで、ぜひ今日は話を伺ってですね。あ、そうですか。いや、まあ子供に、ね、あ、子供対応できるのかな。いや、できますよ。そういう意味では全然、なんていうんですかね。個人的には Wii とかよりも楽しい感じ。おお、マジっすか、うん。それはちょっと詳しく聞きたいですね。だって条件、楽しむための条件が結構高い。ん？やっぱりね、その、センサーが反応する環境をちゃんと整えてあげないと。あー、広い家がいる。まあ、広さは6畳ぐらいでも十分なんですけど、何もないっていう状態を作らないと、やっぱり全身がセンサーにこう入る状態を作っておかないと難しいですね。うん、ああ、なるほど。まあ、やっぱ広い空間がいるってことですね。うん、一応ね、なんか特殊な別売りのカメラを作ると、その視野が、カメラの視野が広がって、うん、なんかセンサー良くなるっていうことも聞いてるんですけど。それは狭い範囲でもいけるよってことですか、うん、でもやっぱりね、なんかその条件の個体差みたいなのがあるみたいで、なんかある人は同じ環境やのに反応しなかったり、ある人は、なんかごちゃごちゃしてる部屋やのに反応したりとか、そういうのあるみたいなんで、それはもう試行錯誤するしかないかなと。少なくとも僕の家でキネクトやってる分には、ストレスなく動かしてれてる。おー、いいですね。ただそのゲーム自体のそのプログラムとして反応が鈍いとかっていうゲームとかもあったりするんで、まあ全てのゲームがストレスなくプレイできるかっていうとそうじゃないかな。ああ、なるほどね。はい。で、もともとはこれ、何で買ったんやろな。何で買ったんですか。当時ね、Your Shape っていうダイエットソフトが出てて。キネクトで？エクササイズソフトがね、キネクトで出てて。うんうん。それにも興味あって、なんか勢いでキネクト買おうぜみたいな話になったんですよ、嫁と。なるほど、なるほど。体動かした方がいいぜみたいな。そうね。そうね。はは。で、いろいろとこう、いろいろとっていうか、その、エクササイズソフトとキネクトを買ったんですよね。なるほど。で、まあ、結果、エクササイズソフトはすぐやめて、続かず、うん。まあ今に至るみたいな感じなんですけど。なるほど。キネクトって体験版でもそこそこ遊べるんですよ。はあ、ははあ、で、キネクトを買った時にも、そのキネクトアドベンチャーっていう、キネクト買ったら絶対ついてるソフトとかがあって。ほう。一応ね、そのキネクトの基本的な楽しさっていうのを味わえるソフトっていうのは初めからついてたりもしてたんで。はあ、はあ、だから僕、ソフトとして購入したのって、本当1、2本ぐらいしかないですね。ほう。あとは体験版で楽しんでる感じ。はあ、ははあ、っていう環境の中で、うん、まあ何が面白くて何がどうだったかっていう話ができたらなぁと。お、いいですね。はい。で、でもね、まあ何から話そうかな。はい。キネクト買ってしばらく遊んでたんですけど、はいはい、途中から全くやらなくなってしまって、あらま。で、最近また熱が再発して、やり始めたから今話してるっていうのがあるんですけどね。うんうんうん、だってあなたそれまで僕がキネクトやってるって知らなかったぐらいですから。そうですね。やっぱり、ね、その、まずこう、デメリットというか、ネックな部分から話していくと、はい。めんどくさいですね、キネクト。めんどくさい。なるほど。体動かしてまでゲームしたいって。あ、それは。すごい根本的なとこあるじゃないですか。ありますね、あります、あります。やっぱ帰ってきてね、はい。あ、なんかちょっと暇やな、なんか遊ぼうかなって思っても、はい、はい、はい。ゲームやったらするけど、キネクトしないってなるじゃないですか。まあ、あるよね。当然あるよね。あ、そういうのがあって、やっぱこう、起動させるまでが億劫っていうのが、うん、うん。ネックとしてあるかなと。なるほどね。だからそれもね、その、自分じゃなくて、もし子供がいるならば、はあ、もっと多分稼働率って上がってるんでしょうけど、はいはい。やっぱ大人が、うん。わざわざキネクト立ち上げて、うん。テレビの前でバタ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 したりするっていうのは、なかなかこう普通にゲームするよりも、うん。行動回数としては低いですよね。なるほどね。はいはい。ただ、やるとね、楽しいんですよ、俺がまた。おお、そうなんですね。で、やっぱ個人的にちょっと Wii と違うなっていうのは、やっぱ全身が、こうセンサーで反応してるっていうところが良くて、うんうん、
結局その Wii って、うん、そのヌンチャクコントローラーの座標位置であれ反応してるだけで、はいはいはい、ゴルフのスイングとかしてるけど、結局それって、あのヌンチャクコントローラーの軌道を計算してるだけじゃないですか、センサーがね。なるほど。そうですね。ね、やっぱりそのキネクトっていうのは全身の体の部位をちゃんと反応してるんで、うん、なんかこうやってる感っていうのは、Wii よりもありますよ。ああ、なるほど。で、まあ、その、ソフト自体がそんなに数多く出てないから、うん、体験版でもそこそこいろんな種類のソフト体験できるんですけど、うん、個人的に最近、その、ハマってるっていうかね、やって面白かったんがですね、うん、まずあの、ダンス系は一応、ある程度はやったんですよ。ああ、はいはい。コナミが出してるダンスエボリューションとか、うんうんうん、UBI が出してるダンスセントラルやったかな。はいはい。やっぱ基本じゃないですか、ああいう体動かすゲームの。まあそうっすよね。まず何やるとそれみたいなとこありますよね。でもね、意外とね、飽きるんですよね、あれがね。ああ、そうなんや。あれやっぱちゃんと、踊ってる感というか、その、ちゃんと自分の動きとその、画面の動きっていうか。あれがね、だからね、そこがね、うん、これ、キネクトゲーの課題だと思うんですけど、はあ、まずそのダンスエボリューションっていうコナミを出してる。はい。まあ。昔あの、踏むやつだったりする。そうそうそう、ね。あれの感じのゲームがあるんですけど、はい、そっちのゲームはね、その特定のポイントポイントで特定のポーズをしてたら、クリアってみなされるんですよ。なるほど。厳密に、そのモデルと同じ動きをしていなくてもいいんですね。まあ、それぐらいやろうね、言うてもね、やっぱ、たその、判定基準としては。そう、だから極端な話、うん、バタバタバタって、その、適当な動きをしてても、うん、その、ポイントポイントのところにこのポーズをしろっていう時にそのポーズしてたら、うん、ある程度はクリアできちゃうところがあるんですね。うん、なるほど、うん。で、ダンスセントラルの方は、うん、そこはより明快というか、ちゃんとその動きをしないとクリアできないっていうのがあって、あ足のステップとか手の振りまでめっちゃ綿密に計算されるんですよ。ええー、マジですか？すごいですね。だからすごいんですよ。だから、なんやろな、適当に踊ってたら本当ダメなんですね。おお。でも逆にそこがすごい難しくて、うん、そうです。めちゃくちゃようわからん振り付けとか出てきた時点でもできないんですよ。うん。ゲームとしてどうなんやってそうそうそう。本当にお前それできたら普通に踊れるかなっていうような振り付けとかもあったりするんだよね。ああ。そういう意味でね、ダンスゲームはね、なんかすぐ飽きちゃうんですよ。ああ。要は、なんつうんですかね。その、トレーニングジムとかで、うん、なんかインストラクター前にして踊ってるだけの話なんで、あいくらそれがノリのいい音楽であろうが、うん、踊ることによってスコアが上がっていこうが、やってることっていうのは先生の振りを見ながら踊ってるだけの話なんで、あその踊り自体が好きじゃないと、そうよね。飽きますよね。はいはい。で、まあそういう意味でダンスゲームも人通りさらったけど、すぐ飽きちゃって。なるほど。で、次何するかっつって、体験版でキネクトスポーツっていうね、まあ、こういう体感センサーならではの定番じゃないですか、スポーツゲームっていうの。はいはい、ね。やってみたんですよ。で、これはまだね、はい、面白くってね。まあ、テニスとか。はい、はい。何あの、そういうテニスとか、うん、いわゆる本来であれば、獲物がいるやつあるじゃないですか、ラケットとか。うん、そういうのはエアーでやるわけですか？そうね。キネクトのテニスの場合は、うん、まあ、その、利き腕を横にしてくださいって言ったら、うん、そこを、その利き手を横にした状態をセンサーが読み取って、うん、でちょうどその手のひらあたりのところにラケットを認知するんやと思うんですね。あグラフィック上ではちゃんとラケットを持つんですよ。はで多分そこを起点に球が来たら判断してるんやと思うんですけど計算して。あなるほどね。うん、で僕はね、うん、ちょっとね皆さんにぜひやっていただきたいのが。うんパワーアップヒーローズっていう。ほうほう。格ゲーなんですよ。ほう。ウィーで格ゲー。ウィーじゃないごめん。キネクトで格ゲー。で、これがね、僕的にはすごくよくできてて、みんなにすごいおすすめしたいんですけど。ほう。結構ツイッターとかでも、パワーアップヒーローズやろうぜとか言ってるんですけど、誰も反応してくれないっていう。そもそもキネクトのな、あれだな。ほう、パワーアップヒーローズ。もう単純な話ね、もう自分でパンチとかキック繰り出すんですよ。うん、はいはいはい。で、はい、一番やっぱ特筆すべきは、うん、あの、カメハメハとかが打てるっていう。わあ、
それカメハメハポーズをやっぱ撮るわけですか。そうですね。一応ね、その各キャラクターが何パターンかあって、うん、その各キャラクター固有の必殺技っていうのは用意されてるんですね。うんうん、でその必殺技を出すにはまず A のこのポーズをしてから B のこのポーズをすると出るっていうのがあるんですよ。はあ、でそれ以外に通常のパンチとか、うん、まあ、キックはあるけど、まあキック基本的に足元っていうのはあまり反応しないんで、はあ、まあ、そんなメインの技じゃないんですけど。一応パンチを繰り出すとパンチが出たり、なんかあの片足のももを上げたらダッシュっていう反応になって敵の方に近づいていったりとかね。あはは。で体を左右に倒すと敵の攻撃をかわしたりとか。なるほど。まあ、直感的に戦うっていうそのモーションっていうのをちゃんと反応してくるんですよ。その中に必殺技を織り込んでいくことによって、いわゆるコンボ的なものができるんですね。おう。で、これが思いのほかね、結構楽しいんですね。おう。これ、ちなみに、この、今ホームページ見てるんですけど、顔はこれ、あれが出るんですか？そうそう、あの、アバターなんですよ。で、基本自分の作ったアバターが自分のキャラクターで、なるほど。で、それにヒーローマスクつけたりもできるんですけど、僕はアバターのままでしたいから、ヒーローマスク取ってる状態なんですね。なるほど。これがね、結構やってて面白いんですけど、うん、しんどい、単純に。それはそうだろうね。めっちゃしんどいっすよ。しかもこれ、対人戦とかやって負けた時の悔しさ感がちょっと、半端ない気がするんですけど、どうでしょう。それまだやってないでしょ。対人がね、あの、マッチングあんましない。でしょうね。人がいないから。そりゃ、そりゃそうでしょう、ね。ただね、うん、あの、なんて言うんだな。そんな子供騙しではないですよ。あ、そうなんですね。子供騙しなりですけど。体を使って戦うっていうことはできますね。うん、おお。本当これはね、ちょっとね、みんなでやりたいんですけど、誰も反応してくれない。お買いましょうよ、うん、中野さん。そうですね。これかなりこれ、ダイエットになりますよ。僕はディズニーランドアドベンチャーでしたっけ、うん、キネクト出た時にこう、なんか抱きつくジェスチャーしたら抱きつくんでしょ、はいはいはい、あれが子供に受けるかどうかが、まあ勝負なんですけど。あのね、ディズニーアドベンチャーね、なぜか僕の期待では反応しないんですね。なんですって。よくわからないのがね、スタート画面でね、あの右手を上げてくださいって、ね、書いてあるんですけど、うん、右手上げても全然ゲームが始まらないんですよ。これ、全く意味がわからないですね、これ。で、なんかいろいろ調べてたら他の人はちゃんとやれてるみたいなんやけど、そうなんや。なぜか俺の環境ではゲームが始まらないんですよ。ダメやんけ。これに関してはレビューができないですね。僕もすごいやりたかったんですけど。え、それは体験版的なやつ？体験版で。ああ、体験版でじゃあやるしかないな、これ。なぜか反応しないんですよね。じゃあ、そうね。まあ、あとはあれですよ。うちの場合、嫁 OK が出れば、いつでも導入なんですけど。二人でダイエットしようよって言ったらいいじゃないですか。ああ、そういうの、言い訳にされるの大嫌いです。的なやつやから。まあね、でもね、コストパフォーマンスは正直高いと思いますよ。おぉ、勝ってもそこまで、まあ、安いよね。確かにね。ああ、そういうの。コストパフォーマンス高いね。高い。買ってもそんな使わないってことです。そういう意味、うん。コストパフォーマンスが悪いってことですね。そうパフォーマンスが。コスト高ってことです。そうですね。はいはい、はい。買ったほど使わないっていうのは正直やると思うんで。なるほど。でも、やると楽しいし、満足感っていうのはあるので、まあ全然買っても損はない。ただ残念ながら、現状、キネクトならではのゲームっていうのがそんなない。ああ、まあさっき言ってたぐらい。うん、やっぱりね。マイケル・ジャクソンのやつどうですか？で、要するにもダンスゲーじゃないですか。あ、そっか、うん。ダンスゲーですね。で、最近やって面白かったのが、フェイブル・アドベンチャー、じゃフェイブル・ジャーニーっていうのがあって、ほう。フェイブルシリーズの最新作がキネクトなんですよ。なんですって。なんですって。どうなんですか、それは。で、僕、どうなんと思ってたんですけど、うん、結構体験もやって面白くって、おこれちょっと普通に製品買おうかなと思ってるんですけど。さすがは、何だっけな、ライオンハート社じゃない。どこやったっけか。まあ、森乳さんいなくなりましたけどね。あれそうなんでしたっけ、はい、あらら。なるほどね。へぇー。なんかね、キネクトって大抵立ってプレイせなあかんのっすよ。まあそうでしょうね。それがね、しんどいんですね。まあそうでしょうね。フェイブルジャーニーは上半身だけしか使わないんで、椅子に座ってできるんですよ。ちゃんと考えてますね。
で、フェブルジャーニーすごいなって思ったのが、うん、まあ、基本魔法で敵を攻撃するって感じなんですね。うんうん、で右手を前に突き出したらファイアーボールが出るんですよ。うんうん、で、左手を前に突き出したら、うん、ロープみたいなのが出ていって、敵を捕獲できたりするんですね。うん、おー、なるほど、うん。それの組み合わせとか、ファイアーボールも、なんか敵をひらひらと左右に振ったら、うん、なんか、別の魔法になったりとか、おいうのがあって。そう、もう出てるんですか、ま、この前発売されましたね。あ、もう出てたんですね。おお、なるほど。で、すごいなって思ったのが、うん、すごいなっていうか、まあ基本なんでしょうけど、うん、やっぱ他のキネクトゲームとかやってても、うん、動きちゃんとやってんのに思ったようにならないっていうのは結構あるんですよ、やっぱ。ああ、そっち名称なやつね、ゲームとして。そう、センサー的な技術が映ってない時とか。うん。でも、フェイブルジャーニーはちゃんとあそこに弾飛んでいけってなったら、ちゃんとそこ飛んでいくんですよ。あら、すごいチューンがされてる。そう、その単純な気持ちよさっていうのが、うん。すごいなっていうのがあって。ああ。あと、やってて面白かったのが、うん、左手をかざしたらロープが飛んでいくんですね。うんうんうん、で、それで敵の動きを、こう、束縛することができるんですよ。うんうんうん、で、その状態で、左手を、例えば外側にバッて振るじゃないですか。うん、じゃあ紐に繋がれた敵が、バーって引っ張られていくんですよ、外側に。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、そういうなんつうの、物理的に可能であるアクションができるんですね。ああ、なるほどね。で、うんうんうん、だから、まあ、戦い方としては、うん、左手をかざし、左手を相手に投げて、ロープで相手を束縛して、うん、なんか、その、右手からファイアボールして、右手ファイアボールして攻撃するとか、うん、で、そのロープを振り回すことによって、周りの敵をさ、錯覚乱されたりとか。で、細かいところで面白いなって思ったのが、うん、盾と剣を持った骸骨の騎士みたいなのが出てくるんですね。はいはいはい。で、そいつにロープを放つじゃないですか。はあ、で、右、側に振ったら、盾が取れるんですよ。で、左側に取ったら剣が取れるんですね。はあはあ、で、それによって敵の攻撃する能力を失わせてから魔法で倒すとか。そういうのもできたりしてて。なるほど、ね。で、右手の魔法も、全然見当違いのところにバッと掘り投げてから、その手を目的の方向に振り投げたら、そっち側に魔法がカーブして飛んでいくとか。ほう。その、そう、で、要は回り込んでながらみたいな感じ？わざわざ。そう、だから、オブジェクトの裏にいる敵を、はいはいはい。遠隔操作で倒すってことができたりするんですね。で、そのコントロールが結構思い通りになるんですよね。それすごいな。その気持ちよさが一番フェイブルジャーニーはあったんで、これはちょっと楽しめるなとか思って。ゲームとしては単なる、レールシューティングなんですよ。ああ、はいはいはい。もう次、ステージがどん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 進んでいって。ガンサバイバー的なやつね。はいはい。ああ、なるほど。ゲーセン版のあれみたいなやつね。うん、ただほんと自分で魔法を放ってる感っていうのがあったから。へえ。すげえとか思って。でもフェイブルってさ、売りってこう、ストーリーっていうか、あれらを分けちゃったじゃないですか。うん。それはどうなんすか？あ、それはね、もう番外編みたいな感じで、ああ、なるほど。今、従来のフェイブルシリーズのテイストっていうのは、世界観しか踏襲しないです、ね。世界観ってことだけど、まあ、それはまあ、それでいいかもね。なるほど。へえ、あ、それはいいですね。あとね、うん。すげえこう、僕の中でダークホースやったんが、うん。重鉄器ね。あ、あ、はあ、はいはいはい。昔鉄器っていうのが、ありましたね。無印 Xbox。あれ、カプコンだよね。はい。発売されてたじゃないですか。無印 Xbox のコントローラー込みのやつですね。そう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 。まあ、ほんとなんか男のロマンみたいな感じ。はいはい。誰が買うねんみたいな感じ。はいはいはい。はいはい。でもそれがキネクトでできますよっていうのが重鉄器なんですよ。あ、そうなんや。うん。ほうほうほう。まあ、悲しいかな、ロボット操作っていうのは、エアー操作ですけどね。うん、まあ、そうです、ね。何もないとこをパタパタする、してなかったから。そうですよね。その、実際のレバーをガチャガチャできるっていうあの感覚っていうのはないんですけど。はいはいはい。で、前評判聞いてたら、うん、すごいもう反応が悪いと。うん。もうやっててすげえイライラするみたいなことを書いてあったから、うんうん、どうなんやろうと思ってて。まあ、興味あるけど、まあ、ええかなと思ってたんですけど。うん。じゃあなんか、国内では体験版が出てなくて。な、そうなんや。なんで？わかんない。なんか海外タグじゃないと体験はなかったんですけど、ね。なんでそれ意味わかんない。
わかんないな。うん。まあ、一応興味あったから体験版ダウンロードしてやったら、うん、むちゃくちゃ難しいんですよ。もともとそれは難しいんじゃないか、そう、そもそも。そうなんですね。なんか、起動さす、要は、マシンを立ち上げるだけでも結構前のも大変やったみたいな。そう。なんかね、うん、一応、なんかその、トレーニングモードみたいなのがあって、うん、それが終わってから、初級者ミッションにゴーだ、みたいな話あってね。うん。そのトレーニングモードで、その、鉄器の基本的な操作っていうのをレクチャーされるんですけど、うんうん、まずはエンジンをかけろ、とか、うんうんうん、そしてこのレバーを引け、とか、うん、で、弾を撃つにはこれをこうしてこうしてこう、どろごろどろごろ。で、基本そのコントローラーも持ってるんですね。Xbox の。ああ、そうなんや。うん。で、Xbox のコントローラーで弾を撃ったりもしながらも、うん、そのコクピットの中のもろもろの操作をエア操縦をするんですよね。ああ、なんか、聞いてると大変そうやけど、暑そうじゃないですか。めちゃ大変そうな、そう。で、なんていうのかな。評価したい。確かにその反応悪いところとかもあるんですけど、うん、言うほど悪くはないですよ、僕的には。僕の環境では。ちゃんとキネクトのセンサーが反応できる環境を整えれば、うん、思いのほかちゃんと動いてくれるんですね。うん。なんか潜望鏡を自分の顔のとこまで下ろしてきたりとか、はいはい、右側のコントロールパネルを開いてボタンを押したりとか、うん、左側のモニターのスイッチをいじったりとか、結構思いの通りにできたりはするんですよ、うんうん、ただ難しい、めっちゃ難しいんですそれはまあゲーム的にもそうなんそうで、それ何が面白いかなって思ったのが、うん、要はあれってそのゲームというよりかは戦車シミュレーターみたいなもんで、あ、本当にもう、閉塞感のあるココピットの中でちまちました作業を体感するっていうのが、その、目的やと思うんでね。はいはい。で、一通りレクチャーしてミッション掘り出されるわけですよ。はい。ほらもう海岸沿いのところから上陸作戦が始まって、敵の砦まで破壊せえみたいな指令が出されるんですけど、うん。めちゃくちゃもう弾とかが飛び交ってるところに意外にほっぽり出されるんですよ。もう終わった終わったして何したいかわからへんんですよ。で、常になんかビーゴンビーゴンってなんか鳴ってて、なんとかしろなんとかしろとか言って、敵が来て、対局対局とかなんかもういろんな怒号が飛び交ってて、弾が飛び交ってて中で、あれやってこれやってってしとったらすぐ死ぬんですよ。それが、すげえ新鮮なんですよね。本当に、新米兵卒がいきなり戦場にほっぽり出されたら、そうなるやろなっていう。戦場体験じゃないですか。で、面白いなと思うのが、一つの鉄器の中に4人乗っとるんですよ。ああ、そうなんですね。で、自分はメインの操作をする役なんですけど、うんうんうん、コクピットの中でも視点を変えることができるんですね。はいはい。で、右を見たら、鉄器の手法に弾を詰めるやつがおるんですよ。装填手ね、はいはい。で、左を見たら、服、機銃のなんか操作をするやつがおって、うんうん、でもう一人はなんかサポートなんかしてるやつとかいるんですけど、うん、なんか機長じゃないの？機長。機長かな、うん、で自分は操縦者なんですよ、うん、でわーってその中で戦場で戦ったら、うん、敵機が結構いろんなピンチになってくると、うん、パニックに出すんですよ中のやつらがで左のやつが俺はもうこんなとこにいなくねーとか言ってわーってなってもう敵機のそのココピットパカッと開けて逃げようとするんですよね。で、それを引きずり下ろして、殴るんですよ。しっかりせーっつって。しっかりしろーとかやって。殴って、はーって正気に戻ってすいませんでしたみたいな感じで。そういうのとか結構。潜水艦映画でよくあれ。そうそうそう、面白いです。面白いですね。で、なんかボーンって攻撃食らって、うわ、めっちゃ食らったと思って、左パッて見たら血だらけになって死んどんすよ。その状態でも頑張って戦わなあかんのですね。もう左の武器とか使えへんわけですよ。おー、それ熱いなぁ。で、ああいうシチュエーションが、これおもろいなとか思って。で、久々に、なんでやろ。俺って基本的にさ、難しいゲームしたくないやん。うん、まあそうよね。先進みたいタイプやから。うん、話を言いたいタイプ。そう。でも久々に、この、死にながら覚えるっていうゲームに楽しいって思った。久々やったなとか思って。これちょっと新鮮な体験と思って。まさに体験と思って。おー。僕は本編買ったんですか？買おうかなと思って。迷ってるんですよ。だからね、その、ゲームに飽きるっていうよりかは、うん、難しすぎて挫折するんじゃないだろうかっていう。まあ、そうや。まあ、今の聞いてる限りでは相当難しそうだね。で、まあ、ツイッターとかで、なんか、やった人の話を聞くと、慣れるとすげえ楽しいと。ああ。まあ、そらそうやろうなと。自由視点動けるようになった。まあ、そういうのも買っていいかなと思うんですけど、うん、まあ、フェイブルジャーニーと重敵っていうのは多分おそらくいずれ勝ってやるだろうな。お、なるほどね。鉄器はちょっと興味あんな、さすがに。鉄器はね、僕、家、ソファーとかがなくて。うんうんうん。
猫がソファーの上おしっこしやがったから、捨てちゃったんですね。あ、そうなんです、ね。基本的に今、リビング何もないんですよ。テーブルと。あ、そうなんや。猫がいるからね。だから、すごい気猫とするのに逆に最適な環境になってるから、また気猫と熱が盛り上がってきたっていうのがあるんですけど。はぁはぁ。てっき最初地べた座ってやってたんですけど、全然反応しやがらへんから、なんかニトリで2000円ぐらいの椅子買ってきて、折りたたみ椅子買ってそれやってるんですけど、めっちゃ快適ですよ、その状況でやったら。へ、え、ぇ、ーえー。なるほど。キネクトっていくらやった？ 1 万4000円ぐらい？え、本体だけで？キネクトセンサーだけやったら。あれ、そんなしたっけ？あ、そんな高かった？7000円ぐらい？なんか8000円だったっけ。いや、1万1000円やな、今見たら。お、マジで？あれ？なんかセットやからちょっと割引感があったんだけど。多分、バックで買った方が安いんじゃないですか、本体バック。お、ほんまや。意外とするですね。でもね、ほんと今後どうなっていくのかちょっとわかんないですけどね。未だほんと遊べる、本当の意味で遊べるゲームって少ないですけど。そうよね。なんか期待してるとこといえば、ドラゴンボールが出るんですよ。バンダムから？うん。映画版じゃないよね。違います。版じゃないよね。ちょっとアニメのドラゴンボールが。おー、そうなんですね。だから言うたらパワーアップヒーローズ的な感じで、ドラゴンボールができるんですよね。うん、なるほど。もうさに文字通りカメハメハが打てたりするわけですよ。でも操作性どうかな。そうなんですよね。あんまりそこのチューニングうまい会社じゃないからね、バンっていうか、どこが開発するか知らんけど。開発どこか知らないですけどね。もうね、輸入版は発売されてるみたいで。輸入版？輸入版と海外では。ああ、そうなんや。2チャンネルとか見てると、なんかもうプレイしましたみたいな。感想とかもあって。操作感はどうなんだよ。どうなん？あんまり悪いことは書いてなかったけどな、俺が。ああ、そうなの。ただ面白いかどうかはまた別の話やろうから。うん。なるほど。そっか。あれやな。リビングに置かなきゃいけないでしょ？どう考えても。そうね。うん。俺の Xbox って今俺の部屋にあるんじゃない？うん。わざわざさ、持って行ってやるかっていうと、よりハードル高いじゃん。よ、まあ、キネクトやろうかなっていう時には、リビングにまで Xbox を持ってって繋ぎ替えて、立ち上げるかっていうと、まあ絶対しないよね。そう。まあ、Xbox は、リビング専用のゲーム機として、ってなるよね。一人でゲームするときは、PS3 を買ったらいいんじゃないですか。なるほど。なるほどね。そうか。だって正直ね、ほんと前もこれ言ったかもしれへんけど、あ、はい。もう、同じゲーム出たやったら俺もう PS3 でしかやってないんですよ最近。ああ、なんかね、それは俺も思ったです。で、今までは両方買う、両方じゃない、両方じゃない、両方あったら、Xbox しかないから当然やねんけど、Xbox 版があればいいやって思ってたんですけど、これは無双オロチの、あまりに不憫な扱いからちょっと話考え変わってきて、もう、両方やと PS3 版かなって思い出してるね。うん。だからどっちのハードが優れてるかっていう話じゃなくてね。うん。やっぱりそのうちの場合だと、トルネがすごい日常的に稼働してるわけですよ。うん、うん。で、やっぱりこのトルネで撮った番組見るかって見てから、わざわざ PS3 を消して、360立ち上げてゲームするよりも、そのまま PS3 でゲームした方が早いじゃないですか。まあ、なるほどね。そういう意味でね、PS3、両方出たんやったら PS3 のゲームでいいんですよ、僕はね。ほうほうほう。で、そうなってくると最近は、もう360は、もうキネクト専用機なんですよ、僕からしたら。ほうほうほう。逆にキネクトをするから360を立ち上げるっていう動機になるんで、もうそういう積み上げでいいかなと思ってて。なるほど。まあ、Xbox ライブアーケードと360、何、キネクトやるための機械みたいな。なるほどね。でそういう意味ではもう、キネクトをキネクト用にリビングに置いて、一人でやるゲームは PS3 でやるっていうのは全然何の問題もない話ですからね。なるほど。だってもう今、360の方でやるゲームってもう、ヘイローか、ギアーズ・オブ・ウォーぐらいしかなくないですか？そうですね。それしか出ないっていうのはもうそのタイトルぐらいか。そうだね。うん。あなたもね、その、もう、キネクトは、キネクト買って360はもうリビング用。なるほど。PS3 を買って、トルネ生活とソロゲームをするみたいな。なるほどね。うん。それ、
うん、ありかもね。子供も楽しい。一応、キネクトね、二、まあうん、人プレイできるんですよ。ほうほう。横に並び合って。はあ、ははあ、なんか子供と一緒にできますよ。なるほど。それは、いいですね。なるほどね。嫁が許してくれるかどうかっていう。そこですね。次。一番難しいところ、そうですね。なるほど。はい。わかりました。まあ、それどこですかね。勝ったら、でもね、そうそう、さっき言った話、例えば俺が、ね、キネクト買いましたよと、報告したとするじゃないですか。うん、で、じゃあデッキやろうぜってなったら、今度はリビングにあるからできないってことになりますよ。あの、うちほら、寝床がリビングの隣にあるんですよ、実はね。で、そこを閉めない派なんですよ、うちの嫁は。なるほど、なるほど。あの、基本的に部屋閉めささない人なんですよ。うん、あの、俺の部屋とかも。この今収録してるから閉めてるけど、普段はもう開けとけって言われるんですよね。うん。そんな、なんか、たとえヘッドホンでも変なジェスチャーしてる人が、隣の部屋でやってるっていうのは多分ね、できないんでね。じゃあもう、ね、難しいですね。二台買うしかないですね。まあ、捨てたよ。PS3 も買おう、欲しいなって言ってる時に Xbox 二台買う。しかもキネクトで。ありえないね。でもね、キネクトで、クープっていうのはほぼないから、あ、え、敵は敵は敵一応クープあるけどな、そんなメインじゃないんじゃないかな、あれ。あ、そうなんや。でもあれこそなんかさ、わーわーギャーギャー言いながらさ、うわ、やられたとか言いながらさ、もう全然進まんとか言いながらやるの。一応キャンペーンクープがあるのかな。うん。ミッションがいくつか用意されてるんかな、うん、対戦はなかった気がするな。対戦は今あんな難しい。それこそストレス以外の何もでもない気がするな。うん、まあでも本当なんやろう、ゲーム新体験としてはありなんじゃないかなと。なるほど。まだまあ、ただ開発側がまだ手に余ってるような感じはしますけどね。ああ、どう使ったらいいのかっていう。なるほどね。そのチューニングをねちゃんとやってくれるとこやったらいいけどね。ここら辺を甘く見てる、多分日本の企業とか全然そうやろうから、そういうことやられちゃうとな、辛いよな。まあね、キネクトで一番何がイライラするかっつったら、うん、思いのところに行かないってもう、うん、ほんとそれだけでイライラするからね。うん、結局それって、あんな単純な Wii のさ、ね、ヌンチャクにしろそうやけど、あれでもうなんかなんじゃこのコントロールっていうのがあったじゃないですか。うん、普通にもうコントローラーでやったら全然快適やのにさ、うん、まあ、それこそあれですよ、モンスターハンターとかでもさ、うん、攻撃するのにわざわざヌンチャク振らなきゃいけないとか、うん、それの誤作動みたいなとか、ゲームとして成り立たないみたいなさ、何のためにやっ作ったのそれっていう、まあ、あるじゃないですか。まあでもあれは本当ね、投資ですよ、未来のテクノロジーに対する。だから、いや、でもやれることはやれるはずなんですよ。だから、要は作った人が、お前らほんまにそれで遊んだんかっていう話だけです。まあまあね、遊んで、自分らが遊べるって思えるまでやったんかっていう話なだけで、海外ってそこら辺結構ちゃんとやるじゃないですか。割とチューニングっていうか、まあね、ゲームの状態。やり込みっていうか、チェックっていうか。なんかね、そこをおろそかにして発売しちゃうと、出す意味ないよってなっちゃうのね。と思うんやけどな。あ、ちょっとした、キネクトのすげえなと思った部分が、はいはい、はい。Xbox のダウンロード、ダッシュボードを、はい。コントローラー使わずにできるんですよね。おぉ、ほうほうほう、ほうほうほう。なんか、キネクトに反応したら、その手を右から左でさっさってやったら、ダッシュボードの、がスライドしていったりするんですよ。なるほど。なんか、で、あと、マーケットプレイスとか言ったら、音声認識で、バーって画面が変わるんですよね。おう、え、音声認識もあるんや、キネクトって。まあ、マイクついてるからね。あ、そうなんや。へぇ、あ、そう、思い出したわ。その、パワーアップヒーローズと同じ仕様で、うん、その UBI ソフトが、その、うん、アベンジャーズバトルアースっていうのを今度出すんですって。アベンジャーズってあの映画のアベンジャーズ。アメコミのね。うん、うん。で、それ、海外タグで体験版が出てたから、落としてみたんやけど、うん。そっちはリアルテイストなんですか、じゃあ。はい。投資。キャラクターがもう、アベンジャーズ。
アイアンマンだったり。アイアンマンとかそんなやつですよ。マイティーソーだったり。はい、で体験版はハルクとマイティーソーしか使えなかったんですけど。ほうほうほう、なぜアイアンマンを入れないそこに。そら、本番、製品版買ってくださいってことでしょ。あ、そうか。なるほど。で、まあ、パワーアップヒーローズと同じ感じで、うん、こう、対決していくんですよね。うん、で、モーションとか、その演出効果とかは、より漫画チックになってたり、その激しくなったりして、あの、パワーアップヒーローズも楽しいですわ、正直。おー、マジっすか。で、その中で、こう、スーパーコンボみたいなのがあって。スーパーコンボ、ああ、スーパーコンボ的な。そう、必殺技的な。特定の技を当てた後に、うん、何らか特殊な動きをすると、スーパーコンボのモーションに入っていくんですけど、うん、そこで必殺技の名前叫ばされるんですよ。それはきつい。だからあれ、面白かったですよ。なんとかかんとかって。それ、英語の発音とかじゃなくても大丈夫なの？一応、一応反応してましたけどね。マジっすか？え、ちなみになんだ、どんなやつ、どういう技名だったんですか？名前何やったかな？誰でやったんですか？ハルクで。マイティソーですか？ハルクでもマイティソーでも、まあ、それぞれになるんですよ。技が違うんでしょ、うん、なんか、ファイヤーなんとかとか言わなきゃいけないですね。ちょっと恥ずかしいんですよ、言うと。あ、それは、あのね、文化的に、日本でゲームなんて基本夜じゃないですか。うんねえ、よ、そんな声出せないっすよ。それ、本当に。とかしてほしいな、そういうのは。でも結構ね、精度良くて。おぉ。俺結構、プライベートとかで何言ってるかわからないってよく言われるんですけど。はあ、はあ、この滑舌の悪さでも結構反応しよるんですよ。お、なるほどね。へぇそれは、なかなか。まあそういうちょっとしたところも、すげえなっていう。はぁ、あ。はあそれも製品は出てるんですか？アベンジャーズはまだ出てないんじゃないかな。出たんかな？外国、多分日本では発売されてないから。ああ、出ないってことはないですよね、日本で。いや、どうなんかな。もしありかな。なるほど。まあね、ほんと、お金に余裕があるならば買っていただけたらいいんじゃないですかね。金じゃないね、僕は。許可ですね。許可が出るかどうかですね。とりあえず会社で買っていいじゃないですか。あ、あれ会社でキネクトって買ったかなってな。とりあえずスタッフとやったらいいじゃないですか、社員と。それこそ何を鉄器とか鉄器を、そうね、ネタに楽しむ分にはいいかもしれない。あれはね、ちょっと新鮮な体験だったかな、鉄器はな。ちょっと欲しくなったもんね、久々に。なるほど。久々に能動的にゲームを欲しいと思ったね。ああ、まあ、戦車ゲームは基本難しいもん、相場決まってるからな。そうそう、あの、ストーリー的には、一応、なんか主人公は、なんか、その前の鉄器と繋がりがあるんかな。一応なんか歴戦の勇士みたいな設定なんですよ。で、すごい部下とかも、あなたを戦えて光栄ですとか言って、言うんですけど、俺が操作するとすげえしょぼいっていう。なるほど。辛いな、なるほどね。あ、なんか細かい動きとして、なんかこう、何かうまくいったら、あの、フィストバンプって言うんですか？あの、アメリカ人がよく映画でグーとグーをガッてこう、うん、はぁはぁはぁ。あれとかできるんですよ。うん、同じコクピットに乗ってる仲間と。なるほどね。ちょっと仲間感が出るんですよね。いろいろ細かいことやってるけど、うん、すごいな。鉄器のプロジェクトには何か並々ならぬあれを感じるよね。あの決して採算性とかを音返しした感じの趣味全開感っていうのを感じるよね、すごい。まあね、まあ結果として売れてないみたいですけどね。でしょうね、あの、もともとその売れる見込みでやってないと思う割には力がめっちゃ入ってるっていう、ね。多分今回ね、その難しさが、キネクトのセンサーが悪いのか、うん、単にゲームが難しいのかっていうのが、もういろんなところで絡み合っとうから、よりこう評価が分かれてる感じなんですよね。なるほど。そうか。なるほど。まあそんな感じかね。はい。はい。ほんとこう、収録、配信順番としては、はい。まあ、あの、どこに挟まるかわからないですけど、はい。疲れたね。うん、疲れましたね。もう、まとめ撮り疲れた。だから、
もう何時ですか ?3 時間くらいやってますよ。3時間オーバーじゃないですか、ね、なんか結構撮ったね。今日はとか言っても多分配信はバラバラなんであれですけど。本当ですね。あ、これがどこに挟まるか。どこに挟まるかですけどね。なるほどね。エンドコールしてないんですけど大丈夫ですか?はい。じゃあ、まあ、今回はここまでっていうところで、はい。はい、お送りしたのは澤田信也と、中野です。それでは皆さん、さよなら。はい、さよなら。